塚の元男役、春のすみれさんが双子を妊娠しました。最近舞台、グランドホテルの降板が騒がれていましたが、理由は妊娠おめでただったのですね。春のすみれさんについて、その旦那さんや双子の画像や名前にも興味があったので、調べてみました。春のすみれさんのプロフィール、名前春のすみれ。本名永田雅子、ボサダ雅子、愛称、ボサ、雅ちゃん。出身地東京都狛江市。生年月日、1972年12月15日。春のすみれさんの旦那はどんな人？春のすみれさんは、2009年6月、36歳で結婚します。相手は当時40代の会社経営者です。結婚については春のすみれさんご自身で、公式サイトで発表しています。さて、この旦那さんの名前や画像についてですが、一般人ということもあり、一切出回っていないようです。知っているとすれば、宝塚の小穴ファンの方たちだと思いますが、そのような方たちが、宝塚の役者さんのプライベート情報を漏らすというのは考えにくいですよね。ちなみに春のすみれさんは2007年に宝塚を退団し、2009年からは女優として活躍を本格化させています。旦那さんと交際をしていたのは、この2年間だということですから、この期間が春のすみれさんの人生やキャリアにおける大きな転機になったのは間違いなさそうです。宝塚男役から、女優、妻、そして母として飛躍する、その土壌がこの2年間に培われたと考えると、個人的には興味津々な2年間です。降板理由は双子妊娠のおめでた、春のすみれさんは、2016年2月に舞台、グランドホテルを降板しており、様々な憶測が飛び交っていました。が、2016年の5月に入って、双子を身ごもっていることが公表されました。本当におめでたですね。宝塚のとてもかっこいい男役の方が、双子の母親になるという変化は、本当に素敵だと思います。喜びの声は、ネット上にも溢れています。春のすみれさん、おめでとうございます。降板、どうしたんだろうと思っていましたが、おめでたい。嬉しすぎてもうやばい春のすみれ様。宝塚ファンになってほぼ10年間おささんしか見えてませんでした。退団されてからも DVD を繰り返し見て。本当におめでとうございますニコニコ。おささんおめでとう。降板されてたので、そうかと思ってたけど、双子とはびっくり。降板理由はこれだったか。めでたい理由でよかった安心した。いや双子は大変だからまだ安心できない。でもよかった。いいメニューニュース。宝塚元花組男役トップ春のすみれが双子妊娠。43歳、結婚8年目、スポーツ報知。春のすみれさんは43歳という高齢出産になりますが、お体に気をつけて、母子ともに無事で健康でいてほしいですよね。双子の姿ですが、もちろんまだ妊娠中なので、その姿はわかりませんが、いつか私たちの前に姿を見せてくれるといいですね。春のすみれさんの歌う姿。最後に、春のすみれさんの歌う姿をご覧ください。宝塚の元男役とは思えないほど、女性らしい佇まい。そして、元宝塚の名に恥じない歌唱力。本当に素敵な女性だと思います。とても応援したくなる方だと思いました。以上、春のすみれさんについて。